兄弟たちよ、今日の福音には私たちの歴史が現れます。私たちの、素晴らしい歴史、あなたの歴史、あなたの家族の歴史、私たちの、教会の共同体の歴史です。この進歩、この信仰の進歩、この信仰の道がちゃんと今日の福音に現れます。改めて福音は、あるいはキリストがこの例え話を通して私たちにこの大切なことを繰り返します。信仰の道なしには信仰が現れません。実を結ぶことはできません。信仰の実りが現れない。いくら祈ってもこれは愚かなことかもわからない、あるいは恐ろしいことと思うかもわからないけど、そうですよ、福音にはちゃんと現れますから。キリストがもうそれをはっきり言ってます。教会は何をする、キリストは何をする、昨日も見たし今日改めて見ます。キリストと教会と共に、全世界に行ってその福音を述べ伝えます。種の形で福音をまけます。種まきとして人たちがキリストと共に、あるいはキリストを連れて、キリストご自身、つまり肉となった御言葉をどこでも撒けます。どこでも植えます。で、このどこでもは素晴らしいことです。兄弟たちよ、どこでも、あなた自身にはこのどこでもがあります。あなた自身にはいろいろな土地の種類があります。あなたの共同体の兄弟にも同じ、いろんな種類があります。いろんな土地の種類があります。あなたの息子にも、あなたの主人にも。で、どこでも、どんなところにも、どんな土地にも、主イエス・キリストは自分の言葉を渡す。自分自身自ら教会を通して渡されます。命をかけます。どこでもキリストがあなたのために死にますという意味です。で、それによっていつか良い土地が、良い土が現れます。いつかその悪い土、石のある、茨のある、なんか道のそばに、あるその土地である、どこにも実を結ぶことができない土地が清いと良い土に変わります。これは死と復活の神秘です。でも、この死と復活の神秘、今日の第一の朗読では聖パウロはちゃんと言ってます。復活するためには死ななければなりません。死なないと復活しない。そして植えた種は結ばれた実と違いますとパウロがちゃんと言ってます。なので、植えた時にはその惨めな種だから、本当にへりくだったクリスト、十字架のに貼り付けられたキリストの姿です。十字架の形でいつも教会はその種を渡します。みんなに植えます。種まきは十字架に貼り付けられて、自分の種と書いてあります。キリストは自分の種とちゃんと言います。だから自分自身も十字架の形で負けます。素晴らしいんじゃないですか。素晴らしいことです。
兄弟たちを。そしてね、そのゆっくりゆっくり信仰の歩みの中では、昔初代教会の共同、求道期間の時と同じように、ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり、私たちが何回も何回もキリストと共に死にます。自分が悪い土地である、なかなか身を結ぶことはできない土地である、つまりわがまま、つまりこの世の富に愛着してしまう、自分勝手にしようといつも思ってしまう、主人をそのまま受けられない、自分の識別、自分の判断に縛られて、自分が考えた通りにしなければならない、自分の家族では、自分の会社では、どこでも教会の中では、自分自分自分、この自分は悪い土地に過ぎないものであるということを認めなければならない。認めたら、つまり悩みを通して、失敗を通して、それを認めたら死ぬことができます。つまりキリストは自分と共に死ぬということを経験する、その時こそ私たちがキリストと共に復活することができます。つまり良い土地に帰られます。その惨め、そのとんでもない土地であるあなた、その惨め、もう本当に乾くない、格好の悪い、見たくないあなたの息子のその性格、その精神は良い土地に変えられます。良い土地に変わります。これは復活、教会の中に行われるキリストの死と復活の神秘、いろんな布教を通して、いろんな、なんていうのかな、いろんな、死跡に預かることを通して、それは私たちの信仰の歩みの結果です。だから、あなたにはこの識別、その識別がありますか？あなたにはこの、例えばなしを分かるためには、その鍵が渡されました。この鍵は十字架です。十字架は忍耐と同じことです。自分に対して、兄弟に対して、相手に対して、主人、奥さん、子供に対して、この十字架と忍耐の鍵を持って、その、歴史、その事実を見ることができます。識別することはできますか？そうです。それは、自分の経験によって、教会で経験することによって、判断することができます。忍耐を持つことができます。相手をそのまま愛することができます。だから、あなたも、教会と共に、その相手のため、この世のため、素晴らしい例え話になる。忍耐を持って、人々があなたの中に行われるキリストの技が認めないと思う。すぐ、息子、娘、主人、認めない。けど少しずつ認めるだろう。あなたと同じように、良い日を。